はい、ガレージ友吉です。今日はね、だいぶと前に作って、まあこのスズキのね、キャリーの軽トラですねを、まあトラック野郎みたいにギンギラギンにしてたんですけど、今までね放置して廃車状態にみたいになってまして、でちょっとね、作り直そうかなって。まあこの色とかも、色を落として、で色を塗り替えて、で、この箱もね自作でちょっと作ろうかなって考えてます。でまあ一応ねこういうまあね、こんな感じの、部品とかね、スカイラインテールとかね、で後ろのリアバンパーとか、こういう、部品とかで、こっちのタカのね、部品とかこういうのもちょっとあるんで、トラックの部品がちょっと余ってるんで、マーカーランプもねこんな感じに、これもあるんで、ちょっとこれを直して修理していきたいなと思ってます。で今ね、この、まあ、元からついてたホイールとタイヤなんですけど、見たらね、このタイヤとかでは無理なんですけど、こんな感じとかにね、なったりとか、で、ホイールとかでもこれユーラスの R34 のスカイラインについてた余ってたホイールですけど、まあこんな感じに、こんな感じにね、まあタイヤはまあ買ってコーナーダメなんですけど、ちょっとねこんな感じにちょっと大きなホイール履かしたりとか、してみたいなと思って、で余ってるランナーとかね、いらないランナーを使ってマフラーとかねつけて横出しにしたりとかね、してみたいなと考えてます。はい、これからね、これからっていうか、まあ明日ぐらいからちょっとこの軽トラをね修理していって、見栄えが良くなるような感じで、やっていきたいかなと思ってます。この、色を落とすのもガソリン、まあ車のね、ガソリンとか軽油とかの、水抜き剤がまだ残ってるんで、それにつけてまたゴシゴシと、磨いて落として、色を落としていきたいなと思ってます。はい、まあちょっと修理して、復活さすのを、また動画もずっと撮っていきますので、またこれからも、明日からでも見てくれたら嬉しいと思います。それでは今日はこの辺りで、この軽トラね、修理するっていう報告でした。はい、ガレージ友吉でした。お疲れ様でした。バイバーイ。